衝撃。パリでの秘密の素顔が明らかに。平野仕様の驚きの一面に迫る。世界が注目。平野仕様のパリでの新たな一歩が示す未来とは平野仕様さんがフランスのパリで現地時間の25日に行われた、高級コスメブランドイブサンローランボーテの新商品、イブサンローランラブシャインリップスティックの記念イベントに出席しました。 パリ訪問は二度目だったといい、いつか長期間住んでみたいなという夢の国と憧れを口にしていました。パリでの撮影が再び話題となり、平野市業の新たな展開に期待が高まっています。彼がアジアアンバサダーを務める高級コスメブランド、イブサンローランボーテの新商品、イブサンローランラブシャイン、リップスティックの発表イベントに出席したことで、注目が集まっています。 ヒラノさんはクールなオールブラックのコーデで登場し、パリへの憧れを口にしながらも、二度目の訪問を楽しんでいる様子が伝わってきます。滞在中のパリからオフショットを公開。滞在先のパリから、ヒラノさんは26日に二度にわたってインスタグラムを更新し、滞在中の様子を公開しました。9枚の写真にパリの街を散策する素顔や外線門の写真を公開し、 さらに10枚の写真には、イブサンローランラブシャインファクトリーと綴り、メイクや衣装を決めたお仕事モードの姿を投稿しています。彼のインスタグラム更新も話題を呼んでいます。パリ滞在中の素顔や街の様子を公開し、フォロワーたちを魅了しています。また、イブサンローランラブシャインファクトリーの仕事モードの姿も披露し、彼の多彩さに賞賛が集まっています。フォロワーからは、 平野さんがパリにいることに大興奮が巻き起こりました。イブ・サン・ローラン社員や美容パートナーのハッシュグが添えられた投稿には、パリにいるのが起きててよかった。目覚めた瞬間から元気が出た。平野氏はやっぱり最強といったコメントが寄せられています。平野さんの勢いは止まることを知りません。平野さんは2年ぶりに無印刺され役無シリーズの新イメージキャラクターに就任したことが3月21日に判明しました。このシリーズは、 サントリーの水人相談に引き続いてのイメージキャラクター就任となります。芸能関係者によると、平野が C に出演してから商品の出荷数が全都市比で約2.3倍にもなったと報じられています。平野仕様の成功は広告業界にも大きな影響を与えています。高級ブランドであるルイ・ヴィトンとのパートナーシップやテレビ出演の増加など、彼の影響力はますます拡大しています。 広告代理店関係者も、彼の勢いに逆らえないと感じており、テレビ局も彼を積極的に取り扱う傾向にあります。広告代理店関係者も、この勢いには逆らえないといった雰囲気のようで、スポンサーが動けば民放テレビ局もその動きに追随することが予想されています。先日、ナンバーアイのカウントダウンテレビライブへの出演が発表されたことも、この勢いの一環と言えるでしょう。平野さんが滝沢秀明氏のエンターテイン 会社にバイトに移籍し、ナンバーアイを立ち上げてから5ヶ月ですが、今年に入って加速度的に CM が増えています。2021年の1月1日にファーストデジタルシングル、ボトルをリリースし、その翌月にサントリーの水人だの CM キャラクターに起業されたのを機に、株式会社立大学デジタルハリウッド大学ボシュロムジャパンのコンタクトレンズ、アクアロックスのイメージキャラクターにも起業されました。 また、池田も半日の日で4社目になります。平野さんは自然体であり、仕事とは関係のない場でも自社商品を使い続けていることを公言しており、企業からはその姿勢が評価されています。広告キャラクターとしての評価も高く、ますます多くの企業が平野さんを起用したくなるでしょう。平野仕様の人気は SNS 上でも高く、彼の投稿は瞬く間に話題になります。彼の自然体な姿勢や、 商品への愛用ぶりはファンだけでなく企業からも高く評価されています。彼の成功は今後も続くことが予想され、広告業界やエンターテインメント業界に新たな波をもたらすでしょう。彼のこれからの活躍にますます期待が高まりますが、彼が広告キャラクターとしてさらにどのような活躍を見せるのか、そして彼の個人ブランドがどのように成長していくのか、注目が集まっています。平野仕様の成功は、 若手アーティストや広告業界のみならず、多くの人々にとってもインスピレーションを与えるものです。彼の挑戦と成長を支えるファンや関係者の存在が、彼の輝かしいキャリアをさらに輝かせています。平野さんのこれからの活躍に期待が高まります。彼の挑戦の先にはどんな輝かしい未来が待っているのでしょうか